男は鋭い殺気を放ちながらクルミを拳で割ってはその実を食べていた。その姿をじっと見つめる少年がいた。少年の名は鳴島光輝、鳴島龍の父である。そして男の名は大山増達。少年は大山が地上最強を目指す空手家であることを知った。猛牛を一撃で倒し世界中の格闘家たちに勝ち抜いた武勇伝を聞くたびに少年は大山に憧れるようになっていた。ある日少年はどうしても空手を習いたいと大山に打ち明けた。だが大山は空手家を目指すよりも強い男を雇えるような立派な人になりなさいと少年の願いを断った。当時の大山は生涯弟子を取らずの決意を胸に自らの空手修行に明け暮れる毎日だったのだ。しかし少年光輝は諦めきれず、とうとう他の空手流派に入門して学ぶようになる。時を経て光輝は成人し、結婚してからますます空手に熱中するようになっていた。やがて一人の男の子が誕生した。かつて出会った大山のように強い男の子に育ってほしいと龍と名付けた。ある日幼い龍少年が空手を習いたいと言った。その日から親子の壮絶なる空手修行が始まった。過酷な修行の毎日に耐える龍に父光輝が断るごとに言って聞かせる言葉があった。空手とは一撃で敵を倒す武術なり。総本部出身の鳴島龍、身長168センチ、体重68キロ、一撃必殺の左上段回し蹴りで初の全日本ウエイト制2階級制覇。 KO アーティストの異名を持つ龍の空手人生の原点は父親にある。龍の実家は東京福生市にある。少年時代、龍は自宅の地下に父が開いた空手道場で猛稽古に励んだ。養陰塾塾長鳴島光輝、龍の父親である。幼い頃の龍にとってこの父親はあまりに厳しく鬼のように怖かったという。いろんな技が刺して受けてやって、そしてあんまり上段から出たらカシッと手でこの指の先でカシッとやる。父光輝の空手人生の原点となった大山増達との出会いは、彼がまだ少年の頃だった。ある政治家の事務所で私母と一緒にちょうどそこを訪問してまして、そこの事務所に大山総裁がいらしたわけです。で、隅の方で座ってられて、くるみをカッとこう剣で割ってこう食べてられて、それが初めて大山総裁にお目にかかった初めてなんですが、その時大山総裁が人間っていうよりかなんか怖い感じを受けたんです。ですからこうニコッと笑ってこう割ったくるみをくださることで呼ばれたんですけどね、怖い方が先にだって、これ食べなかったら大変なことになるから、そういう印象でしたね。この方は何なんだろう。そうしたらこのすぐその紹介者に空手の達人であると。ああそうか。そしてやはり空手っていうのはいわゆる姿三四郎のこう敵役ということでの印象しかありませんから、それでお食事を一緒にするあれになりまして、その時
初めて、ああなるほど、空手っていうのはこういうものかというお話は何か伺ったんですがね、あの食事の時にあのお友達にちょっと10円玉ないか、あのこの子にお土産をあげたいんだとおっしゃるわけですね。10円玉いただいてもいくら50年ぐらい前って言っても10円玉じゃ買えるもの知れてるし、あれ何をするんだろうと。だからこのお友達から10円玉と5円玉を受け取って、目の前でこうちょうど人差し指と中指の間にこう挟みまして、親指を添えてグッとあのやられるわけです。そうするとこの指の中の10円玉がグッと曲がっていくんですね。そうするとこの下絵にこう何ですか、あの湿疹ができるんですよ。もう本当真剣なんでしょうね、グッと。それであの曲げてくださって、あそうか、10円玉をくださるんじゃなくて曲げてくださるんだと。ただの10円玉じゃなかったわけです。大山が史上最強を目指す偉大な空手家であることを知った光輝少年は、ある時大山に弟子にしてほしいと必死に頼み込んだ。世界で一番強くなるのは大変なことである、自分もそのように世界で一番強くなるためにやっているが、これはもう大変なことだから、それよりあなたは勉強しなさい、勉強して偉い人になって強い人を雇えるような人間になりなさい、その方が早道だよ。大山に弟子入りを断られた光輝少年は、それでも空手を諦めきれず、極真空手とは違う流派で空手を学んだ。その情熱は成人し結婚してからも衰えることはなく、かえって空手にのめり込んでいった。やがて二人の女の子と一人の男の子が生まれた。男の子の名前は龍。龍は5歳の時、空手を習っていた姉の姿を見て、僕もやりたいと言い出した。この瞬間から父光輝は息子に夢を託した。こうして遊び盛りの少年は一日の大半を空手に費やすことになった。学校が終われば空手、休みの日も空手、たまに父の目をかすめて遊びに行っても連れ戻されまた空手。龍にはそれが辛く苦しい時もあった。やがて龍が父の元を巣立つ時が訪れた。龍自ら極真へ行く決意をしたのだった。極真空手の頂点に立つ大山松達は龍の入門を心から歓迎した。やがて龍は父や大山の期待に応え大活躍していくことになる。龍の最初の戦いの舞台となったのは第8回全日本ウエイト制大会であった。2回戦、左上段回し蹴りの一本勝ちを収めた龍は、父光輝の願いであった一撃必殺の空手を見事に実現させた。3回戦は健闘むなしく敗れるが、この時の一本勝ちの勝利がこれ以後龍の大きな自信へとつながっていく。ゼッケン54番鳴島選手10秒におります。左上段ゼッケン3番鳴島龍選手。鳴島龍の名が一躍有名になったのは、全試合一本勝ちの初優勝という快挙を成し遂げた富山大会である。
手は一撃必殺なりという理想を現実のものとし、見事に優勝した龍はその成績に大いに満足した。しかしその結果は同時におごり高ぶった龍を誕生させてしまった。翌年第11回全日本ウエイト制大会軽量級に出場、富山大会を制覇した龍はまさに天にも昇る勢いで決勝まで一気に駆け上がった。決勝戦、栄光の座をつかみかけた瞬間、龍はまさかの一本負けを喫した。自分が最もこだわり続けた一撃必殺を見舞われた結果だった。もうすごいショックだったですね。でもあれがきっかけに本当に頑張れたんじゃないかなと思うんですよ。あれだから、あれがあったから今の自分があって、その何もそのあそこでこうだった、ああだったっていうんじゃなくて、素直な気持ちであそこから始まりだったなって、あそこから全部いろんなもん、まあ、あの余計なもの排除して体だけに夢中になれたし、あそこでああいった形になったから本当ここまで頑張ってこれたんじゃないかなと。龍はこの敗北で一度死んだ、そう思った。初めての挫折、しかし無駄にはしなかった。自分の甘さや傲慢さを見つめ直す良い機会を与えてくれたと、むしろ天に感謝した。そして生まれ変わった龍の戦いが今始まろうとしている。第12回全日本ウエイト制大会軽量級、精神的にも肉体的にも強くなった龍が帰ってきた。ついに2年連続の決勝進出、目指すは優勝のみである。
左上段回し蹴り一本勝ち。龍は第11回ウエイト制決勝戦での一本負けの無念を見事晴らした。子供の頃の夢である、父光輝の理想でもあった一撃必殺を成し、日本の頂点に達した成島龍。しかしこの時大山増達はすでに他界し、龍の活躍を喜んでもらうこともできなかった。1995年第6回世界大会出場、龍の一撃必殺が炸裂する。4回戦、オーストラリアの覇者ギャリー・オニールと対戦。双方互角で延長2回を戦うが、試し割り2枚の差でギャリーの勝利となり、龍は涙を飲んだ。翌年第13回全日本ウエイト制大会に出場、階級を上げての初の中量級に挑戦。龍は怒涛のごとく進撃した。決勝戦、再び左上段回し蹴り一本勝ちで堂々の優勝を飾る。これをもって全日本ウエイト制大会2階級制覇となり、極真空手の新しい歴史に名を刻んだ。その一撃必殺の覇者成島龍の一撃テクニックとはいかなるものなのだろうか。それでは正拳突きの説明を行います。はい、構えて、はい、始め。はい、やめ、まあ、一貫して言えることはとにかく体の 100% を使い切ること。しっかりと打ち込んで、2発目もしっかりと打ち込む。1発目が相手に当たって存在して、これが効いてるから2発目が存在するわけで、決して手先で打つような真似をせずに、一発一発力強く最後の最後まで突き切るようにしてください。止めて、はい、はい、やめ。とにかく最後の最後まで止めて、よし。自分の体が流れてしまうギリギリのラインまでしっかりと、もう一歩踏み込んで、しっかりと踏み込んで打ち込んで、第2発目もっと打ち込んでいくと、この位置まで打ち込むこと。これ以上いってしまうと体が流れてしまってバランスが悪くなるので、そのギリギリのラインまで止めてあげる。よし、構えて、始め。素早くパッと引いて、はい、やめ。打ったら終わりでないんで、また後で技が存在するわけで、しっかりと打ち込んだら素早く引きつけること。
はい、やめ、これから政権好きの実践においての説明を行います。よし。で、僕の場合は必ず政権を継ぐには大体回し蹴りを組み合わせることによって相手の気をそらして、その瞬間に政権づくりを入れる、こういったタイプの詰め方を行っています。で、その例を一つ紹介します。まず、ちょうど回しを蹴って足が着地するか否かの間に相手の腹にめがけて政権づきを落とします。この時に重要なことは、体蹴った時にしっかりと体をねじり切ること。ねじり切って拳が引けた状態から相手に拳を与える、打撃を与えるですね。だからしっかりとこの時に蹴りをフェイントで蹴るんでなく、蹴りを必ず蹴り込むこと。蹴り込んでからしっかりと突くようにしてください。蹴り込まないで突くとなると突きの力が半減してしまうので、半減してしまうということは体のねじれがあまり生むことができないということですね。だからしっかりと生み出すために蹴り込んであげる。蹴り込んでしまって打ち出してあげる。で、この時に一貫して言えることは、体の力を抜くこと。力を抜くことによって体を 100% 使い切ることができるので、 100% 使い切ることができて、ねじれた状態から一瞬にして力を入れることによって反発が起こるわけですね。その瞬間に力が生まれるわけなんで、体を力抜いてより相手に対して強い打撃を打てるように、そういうことを考えて稽古してください。それでは下突きの説明を行います。どうぞ構えて。はい、始め。はい、やめ。彼の場合はすごく力強くていいんですけれども、今の彼の振っている軌道は外から内に向かっているわけですね。肘が締まってないので、この軌道上でいきますと、こっち見て、よし、打った時に相手の肘を捉えてしまう軌道上にあるわけですね。だからこの軌道よりも内側に入る、なおかつ相手が受けてもそれよりも下から出すように、 下から出すようにですね。内から下から、そのまま前向いて、今のイメージを持って打つように。押す。はい、やめ。で、またここでもう一つ問題点を言うならば、前向いて、肩に力が入りすぎて、上体に力が入りすぎて、しまってるわけですね。そうすると体がこれから打つときにねじれを生むわけですけれども、この時に力が入っていると十分にねじることができないんですね。このぐらいで力が入ってしまったまま打ってしまう。だから体の力を抜いて体をねじり切ってあげる。その位置から腰の骨の後ろの方からまっすぐに打ち出してあげる。それを繰り返して。押す。はい、やめ。そうですね。で、今のは上半身だけしかやってませんけれども、今度上半身と下半身を連携させなければいけないんですね。この時にまずはねじり切った時には、この時に左の膝しっかりと力を入れて、これから行う反発のために力を入れておくわけですね。で、ここから力を入れ出した瞬間に腰を解放してあげる。で、その瞬間に打ち出してあげる。で、今度右の場合は前の内の膝とこっちの膝を入れ込んであげるわけですね。ぐっと。だからこっちの膝をブロックしてあげて、上半身で挟み込んであげる。上半身と下半身で挟み込んであげて、この勢いが前の膝にぶつかっていく上で拳が出ていく形、そんなイメージを持って打って。押す。挟み込んであげて前に打ち出してあげる。はい、やめ。だからこの時に一番重要なことは、体の 100% を使い切って 100% の力を生み出して、
その 100% の力を 100% 相手に伝えてあげる、そんなイメージを持って全ての動作を取るようにしてください。それでは下突きの実践でのいくつかのパターンを紹介します。よし、目構えて、まず相手が下突きのワンツーを打ってきます。もっと自然に打って、これに対して一発目を下突きを自分の右手でガードします。その後2発目に対して合わせる、いきます。これですね。でこの時に重要なことは相手の動きよりも早く突き打たせてあげる、だからよりコンパクトにまっすぐに打ち出してあげることですね。で相手の内側に入ること、内側に入らなければ突きは弾かれてしまうので、この時に腰と肘とを合わせて腰で突き出すような形で相手に打ち出してあげると自然に拳が前に出てくるようになります。こうやって、ね、この時にあまり力を入れなくても相手のいい場所にポイントに当たっていれば効かせることができるので、それほど力を使わずにタイミングだけを考えて打ち出せにしてください。よし、よし。続いて次のパターンを紹介します。組めて、相手が今度は自分の胸目を上げて高い位置から打ち下ろすような突きですね。左右こういった感じで打ってくる相手に対しての下突きの有効的な合わせ方を行います。まずはどっちでもいいです。まず相手が打ってきたら下合わせ、この時にクロス対角線上に左の拳を打ってもよし、右の拳を打ってもよし、今度は右の突きですね。左合わせる、右合わせる、相手がとにかく動いて反応した瞬間に自分が動けばいいですね。この時に相手の動きは必ず大きい動作になってしまうので合わせるのは比較的簡単にできるようになります。こうやって、よし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 。それでは膝蹴りの蹴り方の説明を行います。止めて、はい、始め、はい、やめ。この膝蹴りの蹴り方は若干左足と右足の蹴り方の軌道が違います。蹴り方が違うんですね。違う意味というのは狙う場所が違うんですね。右で蹴る場合にはお腹の真ん中、左で蹴る場合にはこの溝落ちの位置ですね。だから自然的に右の蹴り方はまっすぐ蹴る、左の蹴り方は横から持ってくる。この横から持ってくる時のポイントは、まず当たる場所、自分の軸足、蹴る足を一直線上に並べます。並べた位置から反対側の肩と挟むように蹴っていくわけですね。蹴っていく時のポイント、膝を蹴る膝は膝の内側、この部分で相手の脇腹ですね、脇腹を狙うようにしてください。で右の場合は膝の真ん中、膝頭で溝落ちを狙っていく、まっすぐに蹴り上げるのと横から挟んで振ってくる。よし、お願いします。はい、やめ。しっかりと腰で突き出してあげる。横の時も腰の前後移動を必ず加えること。あともう一つは接近戦であるために相手との間合いが近いわけですから、脇腹のガードをしっかりと取っておくこと。蹴った時に脇が開いてればそこを狙われてしまうので、しっかりと脇を締めて、蹴り出す時も脇を締めて、その攻撃が上段に来たとしてもすぐに反応できる場所に必ず置いておくようにしてください。次で肩の力抜いて、はい、やめ。相手の攻撃を気にするあまりガードがガチガチにならないこと、体を解放して楽に置いてあげること、しっかりと振っていく。
最後に挟み込んでインパクトつける。はい、やめ。それでは膝蹴りの実践での使い方を説明します。止めて。はい。大体膝蹴りを蹴るときは相手との前が近い前、なおかつプレッシャーをかけ合っている、そんな状態から出すことが多いので、そういった状況を頭の中で想定してください。でこの中でまず最初に考えなければいけないことは、相手と大体付き合っている、付き合って相手の注意を腹もしくは下段に集めていくわけです。その中で相手との動きやだんだん調和ですね、シンクロしてきたときにポンッと入れていくわけですね。相手との間を読むこと、相手のリズムを自分の体に刻み込んでいって、相手の膝蹴りを、自分の膝蹴りを相手の顎の位置に捉えるようです。もしくはまずは膝からそのタイミングを掴んでいく、掴んでいって最終的に上段に持っていく。そうするとそのタイミングを覚えやすくなると思います。それでは三日月蹴りの説明を行います。構えて。はい。始め。まずはその場から。はい、やめ。この時に軌道は前蹴りの軌道、回し蹴りの軌道の真ん中を通る。出て。もう一つは抱え込みを横から見ますと十分にすること。お尻にかかとがくっつくぐらいまで抱え込んで、パンと投げ出してくる。スナップを効かせることですね。はい、やめ。もう一つは腰をしっかりと突き出してあげること。蹴った時に腰が引けてると当たった時に腰が力を吸収してしまうので腰を投げ出してあげる。どうぞ。素早く引いて。はい、やめ。それではスイッチを行ってからの三日月蹴り。やめ。この時にしっかりと左足を後ろに引きつける。この瞬間に右の肩を後ろに引っ張っていってあげる。そうすることによってねじれが生じて力が生み出されるわけですね。だからしっかりとこの時に右肩がポイントですね。右肩をしっかりと後ろに引いてあげる。この時に相手の動きをしっかり見ながら右の肘で後ろに引っ張ってあげる。そうして突っ張り切った瞬間に左足を解放してあげる。相手の肘の裏を狙うイメージを働かせて。もっと楽に力抜いて、力抜いた状態から力入れずに。はい、やめ。常に一貫して言ってることは体を使い切ることですね。ねじること。ねじって投げ出してあげる。ねじって引っ張って挟んであげる。どうす。ねじって引っ張って挟む。はい、やめ。それでは三日月蹴りの実践においての使い方の説明を行います。加えて。よし。この時に大体三日月蹴りを蹴る時には一発目の動作の時が多いので間合いが離れてますね。でこの間合いの離れた状態からスイッチしながら体の全身を使って前に放り投げるようにして蹴ります。この時に重要なことは相手の体の狙う場所、狙う場所は大体相手の肘の裏側のこの位置ですね。なぜかと言いますと足の甲がここでブロックされてもしっかりと中足は相手の脇腹を捉えているわけですね。しっかりとこの位置を狙って蹴るようにしてください。でまたこの時重要なことは右手でしっかりと挟み込んでバランスを整えてあげる。相手と体距離が近づいた時に蹴った後のことですね。
自分のガードがしっかりとできているかどうか、その位置までを正確に作り上げるようにしてください。構えていって、しっかりと蹴り込む。続きまして、回し蹴りの蹴り方の説明を行います。構えて、平行立ちに構えて、しっかりと顔面側、この時に中心線しっかりとぶらさずに背筋をしっかり伸ばして、脱力して、はい、始め、はい、やめ、合間見てもらっても分かるように、彼の蹴りっていうのは下から上に蹴り上げてしまっているような軌道を通ってますね。そういった蹴りを、蹴っていきますと、相手が頭をちょっと傾けただけで上に抜けてしまうような蹴りになってしまう。せっかく相手がノーガードの時に当たっていたものが、相手が頭を 傾けたことによって上に抜けてしまう。もったいない蹴りですね。しっかりと相手の頭が横向いても、相手の頭にくっついていって、なんか追っかけて直角に捉えるぐらいの蹴りを蹴るようにしてください。なら軌道は物に対して必ず直角に、 100% 生み出した力を 100% 相手に伝えるのが空手の技なので、そういうことをしっかりと考えて、高く蹴れなければ中段からでいいです。必ず真横に持っていくように、もっと遠く、高く蹴れなければ中段から、中段から蹴って、はい、やめ、あともう一つは、彼の蹴りはまっすぐに蹴り上げてしまっているので、一旦正面向いている膝を真横に向けるようにして、必ず横から持ってくるように。というのは、回し蹴り蹴るときには必ず自分の目の前に相手がいるわけで、膝がまっすぐに入ってしまえば先に膝が当たってしまう。必ず相手の横から回して持ってくる。しっかりと持ってくる。続けて横から持ってくる。横から持ってきて真横に向ける。でだんだん蹴れてはきてはいるんですけれども、もう一つ重要なことは、自分の中心線を膝が通過して、膝持ってきて、この地点まで持ってきて初めて蹴りを伸ばすようにしてください。蹴りが、膝が止まっていれば蹴りもそこで止まってしまうので、必ず自分の中心を膝が通過して初めて足を伸ばすようにする。もう一度待って、はい、やめ、彼の場合今見て分かるように上体に力が入ってしまってギクシャクしてしまっているので、上体楽に構えて軽く蹴ってあげる。よし、はい、大事なのは力でなく軌道とタイミングなんで、力抜いて素早く蹴って、よし、上半身は楽にしっかり構えて、物に対して直角に、はい、やめ、とにかく力を抜くこと、力抜いて軌道を整える。あとは当たる瞬間に力を入れるだけ。力の使い方を誤るとすべて悪い方向に向いてしまうので、力を正確に使うようにしてください。上段回し蹴りの実践においての使い方の説明を行います。構えて、まず構えます。楽に構えてて、相手がどのように反応するか、自分の技によって相手がどのような挙動を起こすのか、まずは見るようにします。まず遠い前から、遠い前から楽に構えて、まずは左の足、相手の内股を蹴ります。相手がこの動作によってどういうふうな反応をするかどうか見極めて、次の瞬間、相手が例えば蹴った時に何も動かなかったら、ちょっと回し蹴りをパッと蹴ってみます。その後に技を何かつなげるわけですね。もう一つのパターンは、楽に構えてて、この位置から相手の胸を打っていきます。相手の胸を打った時に、相手がその突きに対して過剰に反応を起こす場合があれば、その瞬間に次の蹴りを打っていく。
そういった形でパターンを組み合わせていきます。でもう一つはまず相手の胸をついた、相手の胸をついても今度は何もアクションを起こさない。そうしたら今度は胸をついて毛玉足を出します。毛玉足を出した時に今度相手が状態が固まった、ガードが起こった、そういった状況を頭の中でパッと判断した場合には次の瞬間回し蹴り蹴った勢いで上段回し蹴りを出します。この時のポイントはこの下段回し蹴りをしっかりと蹴り込むこと、蹴り込んで戻った反発を利用して体を戻してあげるわけですね。蹴った勢いだけで次の技につなげるんでなく、蹴って蹴った勢いで戻してあげる、こういった力を組み合わせることによって技のつなぎがうまくできるわけですね。1996年オープントーナメントによる第28回全日本大会に出場。龍は体の大きい選手に対しても準決勝、ポーランドの強豪ピーター・サビッキーと対戦、共に一歩も引かない激しいぶつかり合いが続いたが、2度の延長戦の末判定で龍は敗北する。実はこの時以前から痛めていた左膝が急速に悪化し始めていたのだ。第29回全日本大会、龍は3回戦まで進出した。だがそこにはかつて KO アーティストの異名を取った龍の面影はもうなかった。この時龍の左膝は立っていることさえ困難なほどの最悪の状態に陥っていたのだった。限界か、龍の1年半に及ぶ苦悩の日々の始まりであった。膝が治るのならと様々な治療を試してみた。しかし焦れば焦るほど希望は遠のいていく。諦めるしかないのだろうか。いや、このまま終わるわけにはいかない。もう一度王座をこの手で掴むまでは決して諦めるわけにはいかない。龍の前向きな意欲に膝もわずかずつだが回復の兆しを見せ始め、再起をかけた戦いが始まった。目指すは第16回全日本ウエイト制大会への再挑戦である。
第16回ウエイト制軽量級優勝。劉は見事に逆境を乗り越えて世界大会出場の切符を手に入れた。大山正達に出会って以来、最強の空手家に憧れ続けた父光輝の夢は現実のものとなって息子劉に受け継がれた。劉は亡き大山正達の前に迫り来る第7回世界大会に全てをかけて挑むことを誓った。ボロボロになった膝は決して元に戻ったわけではない。おそらく第7回世界大会が最後の戦いになることを劉は痛いほど自覚していた。だが立ち続けることができる限り、一戦でも多く勝ち抜いて空手母国日本の代表選手としての使命を全うしたい。劉はそう決意して世界大会に挑んだ。ついにベスト8まで進出した。対戦相手は世界最強の戦士、ブラジルのフランシスコ・フィリオ。膝の痛みが再び劉を襲っていた。がしかし、フィリオを倒してやる。
龍はそう決意した。下段回し蹴りが執拗に龍の膝を攻めてくる。膝はもうどうにもならないほど悪化していた。しかしやらねばならない、戦わねばならない。小さな体で常に一撃必殺を信条とし、日本の王座を勝ち取り、世界の舞台で活躍し伝説となった男、鳴島龍の戦いの歴史は幕を閉じた。戦いを終えた龍はこう宣言した。いついかなる時も技を繰り出せば一撃で相手を倒せるように、これからも自らを鍛え上げていきます。
分かってるんだったら合わせると、であとは受けて満足するんじゃなくて受けてすぐに返すとか、ですぐに返したら受けて蹴ったら蹴りで終わんないで突きまで行く、いい技をつなげるしっかりと来たものに対して受けて返して、で来たものに対して合わせると、そういうのをしっかり考えていて、で現状に満足しないでステップステップステップできないことをやっていくような稽古をしてください。はい、じゃあまた戻ってください。はい、お願いします。極真の道を全うすること、背を正して黙想。押す、それでは、上段回し切りに必要な、柔軟の体操をここでご紹介します。まずは前後開脚ですね。しっかりと足を返して後ろの足ですね、で前の足もしっかりと伸ばしきったところで、まあ、直線的に見て横にずれないこと、一直線上に全てのパーツをライン上に乗せてください。であとその時に胸をしっかりと張ることですね。でこれも反対、しっかりで、この状態で整ったら今度は正面向きます。でまたこの正面向いた時もおへそを突き出すような形で胸を張ってください。でつま先も足の伸びている方向に伸ばす。である程度開いたらお尻をつけて、でこの状態の時にもつま先が上向いたりで外側向かないように足の伸びている方向にしっかりと両方とも伸ばして、でどちらかがこうバランスの整ってない状況ではなく必ず同じ方向を見てくださいですね。でそのまま両膝を内側にこう入れるような形で、いっぺんに入れてみたりし、この膝がなるべく前の方を向くような形ですね。で、そうすることによって回し切りの最後の膝の入りが生まれてくる、柔軟になってますんで、こう、しっかりと膝を内側に入れるような形ですね、両方とも。で、その状態で今度は体をひねります。ひねった状態で足がこう入るような形で、反対、反対もで、前に体を倒すときもおへそがすくうような形で、力を入れないことですね。楽に呼吸もゆっくりするように。
こんなことを注意しながら開脚ですね、必ず重要な、柔軟性がいろんなところに秘められてますんで、コツコツと、やってみてください、それでは続きまして実際にモデルを使って柔軟の説明を行います。はい、じゃあまずは前後開脚して、ね、この時にそうですね、一直線上の直線にライン上に乗せなければいけないんで、しっかりと上体まっすぐで、後ろの足もしっかりと返してグッと、でこの状態でグッと胸張って、そう、はい、反対、どうしても腰が逃げちゃうことが多いんで、必ず一直線上に並べて足を返しておいてグッと、で背中もグッと反って、この状態を必ず保つようにしてください。はい、そのまま今度はカメラ向かって足を開いて、で足のつま先の向いている方向が必ず左右同じように、でしっかりと胸を張って、でもっと落とし、はい、そのままお尻をついて、でこの時ですね、足の伸びてる方向につま先をグッと伸ばしてあげて、であとはこのまま左右膝を入れて、こっち反対もねじり込ませるようにこうぐる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 っと、で両方ともグッと入れて、その時また胸張っていて、でなるべくもうちょっと足開いたのですね、でそのまま前に倒れて、倒れた時もいろんな、体の関節部分に力、無駄な力を入れないことですね、力を抜いて脱力する、はい、こうして大事なことはやっぱりつま先ですね、必ずこの足の甲を意識しながら膝でコントロールして膝を内側に向けてあげるということですね、立って押す、続きまして、また次の柔軟をここでご紹介します。まずは足の裏を合わせてください、でこういう形ですね、でそのまま後ろにこうなるわけなんですけれども、でこの足と背中を支点にしてこう腰を上げてください、でこの時にまず膝の力を抜いて腰の力だけで、で骨盤をグッと広げる作業なんで、こう骨盤を広げるような意識を必ず持ってください。で今度は両方の足じゃなく、まずは右足を軸にして反対側の左の膝を力抜きます。でこの状態で大体10数えてください、はい、反対、はい、この動作を数回繰り返して骨盤を広げるわけなんですけれども、とにかくこの時により体を反らせることですね、グッと反って、で膝の力を抜くことです、で左右に入れ替えて、この動作を繰り返すことによって骨盤が開いて、で足の可動範囲が広がるわけですね、その分足を上げた時に抵抗がないわけで、いろんな細かい作業がここでできることにつながるんで、こういった柔軟も、試してみてください。それではまた実際にモデルを使ってここでお説明します。またさっきのように座って足を合わせて、この状態で後ろに寝転がって、で肩とこの足とを支点にして腰を上げます。より反れるようにこの支点の間隔を狭めるようにしてください、ね、上げて、でこの状態でここはしっかりと開くように、で膝の力を抜いて腰だけグッと上に上げて、でこれができましたらこのまま今度は右の足を軸にして、ここだけ力を入れて、で左側の膝を力抜いて、この骨盤がグッと開くような形ですね、で10ぐらい数えたら今度は反対に入れ替えて、でグッと反って、これを大体2回ほど繰り返してください。ぐっと反って、反対、
必ずこっちに力を入れたときはこっちの力抜いてください。はい、ということで2つをガッと開いて、もう一度開けて、下ろして、はい、立ってください。以上のことを注意して、この柔軟を行ってください。押す、それでは上段回し蹴りの、軌道を修正するための稽古を、ご紹介します。まずは道場にある、このような形のビッグミットがあると思うんですけれども、それを使います。で、これを前に置いていただいて、そのすぐ前に立っていただきます。で、それに対してここから今回し蹴りを蹴るわけなんですけれども、最初の姿勢はしっかりといつもの組手の方、構えですね。左を蹴るときには左の足を引いてもいいです。で、右を蹴るときは右の足を引いて構えてください。要はしっかりと顔面ガードの形を取ることです。姿勢もまっすぐですね。その状態でまずはこのビッグミットの上をゆっくりと蹴って通過してさっと戻る。で、次のステップとして今度は蹴ったものを戻すと。この稽古を繰り返すわけなんですけれども、でその間に重りをつけていったり、足に負荷をかけるってことですね。でそういう形で稽古していくんですけども、まずは注意点としてしっかりと自分の軸を作る。で、軸を作った状態でよりゆっくりですね、回して蹴っていく。この稽古を繰り返してみてください。それでは実際にモデルを使ってやっていただきます。どうぞ。まずはしっかりと構えて、肩の力抜いて、で自分の軸を必ず意識して、どうぞ。蹴った時にスムーズによどみなくスーッと回れるように、で蹴ってる時の手の位置までしっかりと確認してください。構えてる。で、今若干早いんでもう少しゆっくりですね。蹴り終わった後にバランスを崩さない。あと蹴りの蹴ってる最中なんですけど、ガクガクガクってなるんじゃなく、本当によどみなくスーッと流れるように蹴るように、肩の力抜いて、で当てる自分の場所ですね、膝からウェーブまでの一本の線ライン上で蹴るような形。もう一度、もう少しゆっくり。以上のことを、注意しながらこの稽古、回転させる稽古をまず行ってください。で、この回転させるこの蹴りができてきたら、今度次のステップですね。今度次のステップは蹴って、で蹴った状態から元の位置に戻す稽古です。膝を十分に入れてゆっくり返して、自分の正中線があると思うんですけども、その線を膝が、この肘を膝に見立てるとすると、その正中線を膝が通過して初めて足を伸ばす。で、伸ばしたら素早く引いて元の位置に戻すことですね。膝が上下しないように戻すときもゆっくり。そう、今のようにバランスを崩さないように。バランスが崩れるってことは、どっかに余分な力が入ってるってことですね。体の力を抜いて楽にゆっくりと、注意することは先ほどの蹴り抜いた時と一緒で、しっかり構えて楽に構えて、大きくよどみなく、もう一度ゆっくり、そう、自然体。以上のことを、注意しながら稽古してみてください。で、またこの次のステップなんですけれども、これに今度は負荷をかけていきます。それでは、今度は負荷をかけてですね、この稽古を行ってみたいと思います。まず足に1キロの重りをつけたんですけども、その場合に手にも同じ重さの重りを持って稽古してください。で、実際にやってみます。まずは初めと同じように振り切る稽古から、
負荷をかけて、しまうとどうしても早く蹴ってしまいがちなんで、よりゆっくり。注意点は先ほどと同じですね。力抜いて、で構えた時に、で重さをかけた分肘がちょっと下がり気味になってしまうんですね。だから必ず楽に構えて肘を前に置いて、ゆっくり、もう少しゆっくりですね。でこれを大体目安として左右で100回やります。で今度は片っぽ蹴って戻すって形ですね。戻して蹴りに入る時のスピードがちょっと速いんで若干持ってくる。であとは、まあ、見ても分かると思うんですけど二挙動になってしまってる。よどみなく一挙動ですって急に。手の位置も確認して、そうですね、まあ以上のことを、確認して、気を配りながら稽古していくんですけども、でより重い負荷をかけていくことによってもっと自分の軸は作れてくる。でその時にやっぱり腕の置き場所いろいろ変わってくると思いますんで、どこに置いた時に自分がちゃんと蹴れるのかどうか自分の中でいろいろと考えて、で噛み砕いていって自分のものにしていくようにしてください。以上ですね。これまでの稽古ができてくるようになったら、今度はその今までの障害をより難易度の高いものにしていく。さっきは1個だったんですが、これを2つに合わせて、でよりミットに近い位置で先ほどと同じように楽に構えて、で以上のことを繰り返します。最初は振り切って、で次のステップで蹴ったら戻す。で最初はこの2つのミットを正面に置くんですが、今度はこれを斜め横に動かしてその正面に立ちます。でより外から足を上げて蹴る作業ですね。でこれができるようになったら今度はまた戻す操作で、以上のことを繰り返してより難易度の高く広範囲に蹴れるような、いつどこでもどんな時にでも蹴れるような回し蹴りのためにこのような稽古を行ってみてください。それでは、今度はタイミングの稽古ですね。上段回し蹴りのタイミングの稽古を一つご紹介します。でまずは構えてください。で組手のもう組手と同じですね。でまずはパートナーになる相手に下段をずっと蹴ってきてもらいます。まあ、下段に、交えて突きも楽に振っていってもらいます。まずはついてきて楽にポンポン、その相手の下段に対して今度は、自分の方が上段を合わせていきます。で自分のこの回し蹴りというのは先ほどから繰り返している稽古あると思うんですけども、あれができてくれば下段の間合いで上段を蹴ることができるんで、でその間合いでもって上段を蹴る稽古の、タイミングですね。相手が下段を蹴ってきたら、相手が右の例えば下段を蹴ってきた時に右の上段を合わせると、で今度は左の下段が来た時に左の上段を合わせる、対角線で合わせていく傾向ですね。そのタイミングを楽に蹴ってもらいながらまずは合わせられるようにする、そのステップですね。蹴ってきて、相手との動きの中でぶつかり合うところがあると思うんですけども、そのぶつかり合ってる動きがだんだんシンクロしてくるんですね。同調してくるといつ上段を蹴っても入ることができる、相手のタイミングを自分の体に呼び込むことができることができるようになるんで、その瞬間を利用して上段を当てるようにしてください。
です。はい。